こんにちは、岸呂由人です。前回に引き続きガンム火星戦記7巻のカバーイラストを描く工程の後編の解説動画です。前回はレイヤーを分けて主線を描くところまで進めました。それぞれの線画レイヤーごとの下に塗りレイヤーを作り、そこにベースとなる色で塗りつぶしました。抜けや色ムラがあると後で処理に困るので、選択範囲ツールの曲げ縄選択サブツールをアンチエリアスをオンにして囲って塗りつぶします。塗りレイヤーの透明度をロックして、水彩サブツールの透明水彩ブラシで色を塗っていきます。透明水彩ブラシは水分多めのポスターカラーみたいな感じのブラシで、下の色と混ざり合いながら色を薄くのせていくような塗りができます。水彩サブツールのブラシは肌など淡い濃淡を出すにはいいですが、濃い色が出しにくいので、それ以外の不透明度の高い物体を描くには時間がかかりすぎます。そこで被膜力の高いペンサブツールの筆ブラシでガシガシ色を塗ってしまいます。あとで塗り混ぜ専用のブラシで色をなじませていきます。同じようにパイプ背景も筆ブラシで色を塗っていきます。塗り混ぜしなくても立体感が出てきました。ズタ袋の怪人も筆ブラシで塗っていきます。影の反射光を受けている部分を考えながら塗っていきます。エーリカとヨーコの髪を塗っていきます。ヨーコの髪は黒いので、絵全体の明暗のバランスを見るためにも早めに色を置いていきます。ヨーコの髪が絵で一番暗い色の基準となります。色混ぜサブツールの繊維にじみブラシを使って色同士を混ぜ混ぜしていきます。厚塗りらしい感じになってきました。必要に応じて筆ブラシで色を置き、繊維にじみブラシでなじませていきます。
パイプの背景もディティールアップしていきます。明るさが欲しいところは水彩サブツールの透明水彩で色を薄く塗りました。透明水彩といってもカラーインクのように色が透けるわけではなく、結構下の色を隠します。近くにあるパイプの表面には傷やへこみを描き込みます。こうすると一気に実体感が増します。ズタ袋の開陣もディティールアップしていきます。デッキに落ちている影を描きます。新規レイヤーに筆ブラシや投げ縄洗濯ツールを使ってグレーで影の形を塗りつぶしていきます。レイヤーを上段合成にして透明度をロックし、不透明水彩で濃淡や色味をつけていきます。怪人の足が床に接している部分は影を濃く、物体と影が離れているところほど色を薄く、空の色の影響を受けて青っぽい色にします。透明度のロックを外し、輪郭に暗いオレンジ色を塗っていきます。これは日光が拡散する過程で光が屈折して赤みがかる現象です。正確には何て言うのかは分かりません。最後に色混ぜツールのぼかしツールで輪郭を適度にぼかします。エーリカの持っている缶ジュースの柄を描写していきます。 Adobe イラストレーターでテクスチャーを作ります。フリップスタジオペイントで画像を読み込み、メッシュ変形を使って形を整えます。不要な部分をマスクし、レイヤーを上山合成にします。ヨーコの髪のハイライトを描写します。ペンサブツールの G ペンを複製し、アンチエリアスをオンにしたカラー用 G ペンを作成し、ハイライト部分を描いていきます。透明水彩などで肌のトーンを整えます。ヨーコたちの目にハイライトを入れることで一気に生き生きとした感じになりました。完成まであと一歩という感じです。パイプ背景にも強く日光が当たっている部分を描いていきます。新規レイヤーの合成方法を覆い焼き括弧発光にします。サブビューの資料写真からスポイトツールで色を採取し、不透明水彩で塗っていきます。
なみに資料写真は自分で撮影してきた戦艦ミカサのデッキです。帽子に当たっている日光のハイライトが気に入らなかったので塗りつぶし、覆い焼きレイヤーを使った方法で描き直しました。パイプ背景の下に調整レイヤー、色相、サイド、明度を作り、明度を少し上げて下のデッキを白っぽく調整。ヨーコとエーリカの線画レイヤーの上にスクリーン合成の新規レイヤーを作り、日光の当たっている部分にエアブラシでフレアを描き出しました。サインを入れ、TIFF 方式で書き出します。これで完成です。お疲れ様でした。このイラストを使ったガンム火星戦記7巻は、2020年冬に発売予定です。余談ですが、冒頭で紹介した関東系 Mac Pro、このイラストを完成させた直後に調子が悪くなり、10回に1回ぐらいしか起動できなくなってしまいました。酷暑の中、酷使したのがいけなかったのでしょうか。単行本の裏表紙に使う小さいイラストはなんとか完成できたんですが、こんなざまでは仕事に使うのは不安なので、新しく新型 iMac を買うことにしました。ご視聴ありがとうございました。